こんにちは。この動画は、オーガニック素材を使ってちょっぴりヘルシーにアレンジした毎日の優しいおやつをご紹介しています。今回は米粉のシフォンケーキになっています。改良版になっていますので、よかったらご覧になってみてください。材料は詳細欄にも載ってますので、ご覧になってみてください。まずは平飼い有精卵を卵白5個、卵黄4個用意いたします。で、卵白は冷凍庫で保存しておき、冷やしておきます。で、それぞれの材料を計量しているところです。アサク製法の菜種油 30g の同じところに有機バニラエクストラクトを 3g 入れて用意しておきます。で、お水 25g 入っていたところに有機無調整豆乳 25g を一緒にしておきます。こんな感じでそれぞれの材料を用意しておくと、あっという間に出来上がるシフォンケーキになっていますので、よかったらご覧になってみてください。まず卵黄をほぐして、泡立て器でほぐして、そこに先ほど作っておいたオイルとバニラを入れて、一緒にしっかりとぐるぐると混ぜていきます。そこにお水と豆乳が入っているものをざっと入れて、シャカシャカシャカと泡が立つくらいしっかりと泡立て器で立てていきます。で、そこにふるいながら有機米粉をふるっていきます。ふるい入れていきます。ふるわなくても米粉はいいんですが、なんかできる限りふわっとしたくて、その後こうやってしっかり混ぜちゃうんですけど、私はふるっています。ふるわなくても大丈夫です。これで卵黄生地は完成です。で、自然塩を2つまみ入れるんですが、1つまみでもなくても大丈夫です。ハンドミキサーの低速で約1分間ほど卵白をほぐしていきます。だいたい1分するとこれくらいのボリュームが出てくるんですが、1分ほど経ったら今度はハンドミキサーを高速に変えて、しっかりとメレンゲを作っていきます。はじめに高速でまずメレンゲをちょっとよく細かくほぐしてあげて、ボリュームを出して柔らかくするようなイメージでやっています。で、その後有機砂糖 60g を3回に分けて、だいたい3回で大丈夫です、分けて入れていきます。1回目入れました。全体的にお砂糖をなじませるような感じで、柔らかさはこんな感じになります。これくらいになったら次は2回目を入れます。今度はもうちょっとさっきよりも細かく卵白にお砂糖をなじませるようなイメージで、もっともっとボリュームが出てこんな感じになりました。で、最後の3回目をザザッと入れて全体的になじませていきます。だんだんとツヤが出てくる感じになると思います。そしたら今度はこんな感じでトロンとしてきたら、最後にハンドミキサーを低速にして約1分間ほどメレンゲのキメを全体的に整えつつ、ボリュームが出るような感じで大きくシャカシャカと回したりしてメレンゲを作っています。出来上がりがこれくらいな感じになります。あまり硬すぎてしまうと卵黄クリームと生地となじみにくいので、ちょっと柔らかさのある張りのある滑らかなメレンゲにしています。で、3分の1量を入れて、卵黄生地と初めは泡立て器でしっかりとガシャガシャとしっかりと混ぜ合わせて大丈夫です。メレンゲの泡を潰してしまうんじゃないかなって怖くなっちゃうと思うんですけど、でも大丈夫です。で、2回目の次の3分の1量を入れます。今度は泡立て器でもいいんですけど、私はゴムベラで最初にこう生地をメレンゲをなじませてから卵黄生地と合わせていきます。で、ここはもう全部混ぜきらなくても細かく大きくざっと混ぜてもらったら、次の最後のメレンゲを投入してしまいます。一番最後もゴムベラで優しく、ここ2回目と3回目の時はメレンゲの泡を潰さないように優しく混ぜていきます。こんな感じで全体が混ぜ終わりました。混ぜ終わりましたら、型にオイルとか塗っていない型に流し入れていきます。で、
ふるふるふると生地をちょっと均一にさせて、あのお箸だったりとか細い棒のようなものでぐるぐると空気を抜いていきます。こんな感じでぐるぐるしています。そしたら今度ゴムベラで綺麗にこう膨らむように跡をつけていきます。でパンと空気を抜いて190度で予熱していたオーブンで180度25分で加熱しています。お使いのもので変わると思うので様子を見てあげてみてください。一回パンと焼き上がったら上から落として焼き縮みを防いですぐ逆さまにして完全に冷まします。完全に冷めたら今度はラップで私は30ぐらいにしちゃうんですがぐるぐると密封させてと冷蔵庫で一晩寝かせます。米粉のシフォンケーキは一晩寝かせてあげた方がしっとりふわふわ感がなんか増して美味しいような気がします。で翌日になります。こんな感じで出来上がってます。パレットナイフを側面に刺したらぐるーっと側面の型に沿うような型の方にこうパレットナイフを沿うような感じで一周して内側は一刺しずつ入れて抜いていきます。こんな感じでスポッといきました。今度は底面のところも一刺しずつ入れて全部ナイフを入れて型抜きは完成です。出来上がりました。 ふわふわふるふるシュワシュワな感じに仕上がってます。メレンゲを柔らかくしてあげることで馴染みがよくふわふわシュワシュワになるのかなと思います。こんな感じで出来上がりです。とっても美味しくできました。よかったら作ってみてください。カットしてみます。ふんわり優しいシフォンケーキになっています。ふわっ、シュワッってする音がシフォンケーキのなんかまた美味しいところだなと思っていつもいただいています。今回もご覧くださいましていつもありがとうございます。今年も大変お世話になりました。来年もまたよろしくお願いいたします。いい年になりますように。ありがとうございます。一つずつこんな風にラップに包んで保存しています。チャンネル登録お願いします。